万葉集に注目が集まる中、飛鳥村の県立万葉文化館では館蔵の万葉日本画が展示されています。万葉日本画とは、現代を代表する日本画家が万葉集に詠まれた和歌をモチーフに描いた作品で、万葉文化館には154点が館蔵されています。田子の浦湯、打ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りける。片岡球子は山辺の赤人の和歌から万葉の頃と変わらぬ富士山を描きました。また改元を記念して、令和ゆかりの序文の作者とされる大友の旅人と梅花の宴に関する資料も展示されています。5月12日には万葉文化館の学芸員が万葉日本画の解説を行い、参加者は視覚化された万葉集に思いを馳せていました。館蔵品展、巨匠が残した万葉日本画は6月30日まで開かれています。